はい、こちらはですねワールドプレミアされた BMW4 シリーズのカブリオレですね。すでに日本市場には4シリーズ登場してますけれども、そのカブリオレバージョン、これが日本の東京モーターショーでワールドプレミアされました。まあ、4シリーズはご存知の通り3シリーズのですねクーペモデルとして存在していたですね3シリーズクーペ、これの後継にあたるモデルで、今回からですね4シリーズという名前を与えられています。ご覧のようにもともとのですね4シリーズ非常にですね美しいクーペですけれども、それをベースとしたカブリオレとなっているだけに、やはりですね非常に美しいカブリオレになっています。室内はご覧のようにですね4シリーズのクーペとほぼ変わらない仕立てになってますね。このあたりは共通となっています。ただしこのリアですね、開放感のあるリア、そこから流れるトランクへのラインなど新しくですね作られたボディラインが非常に美しいものになっています。こんな具合で4シリーズのカブリオレ、非常に美しいモデルになっている車です。